レオナルド・ディカプリオの撮影もされていますけども、はいはい、何かエピソードはありますでしょうか。ディカプリオは、本当にすごい方なんで、最初に、まあ、撮影時間が10分って聞かされていて、で、まあ、じゃあ2カ所ぐらいで撮影しようってセッティングしてたんですけど、途中でその広報の人が来て、ちょっと時間ないから5分ねって言われて、と思って、じゃあもうしょうがないから1個に絞って、じゃあ5分でやりきろうと思ったら、なんかまた来て、ごめん2分になったって言われてで2分かと思って、さすがに2分は今までなかったので、もう焦りまくりましたけども、やるしかないみたいな感じで、で2分で取り切りました。でもやっぱり彼はプロフェッショナルなので、もう入ればもうパッパッパッとって、すごいいい写真がたくさん撮れました。